伊勢型紙は、着物などの生地を一定の柄や文様に染色するために使われる型紙の一つである。近年は図柄の芸術性が評価され、単に染色用の形紙だけではなく、美術工芸品や家具などに使用されることも多い。三重県鈴鹿市で主に生産されており、現在流通している90%以上の伊勢型紙はこの地区で生産されている。1955年。 文化財保護法に基づき工芸技術としての伊勢型紙が重要無形文化財に指定され、6名の職人が重要無形文化財保持者として、確固認定された。1993年には伊勢、型紙技術保存会が重要無形文化財、伊勢型紙の保持団体に認定されている。また1983年には、通産省の伝統的工芸品の指定を受けている。 道具掘り用の型抜き書き絞りによって貼り合わせ、補強のために車を張った見回しを台紙とし、彫刻刀で図柄を掘る。台紙は何枚か重ねて使うので、同じ柄の型紙が1回の彫刻で、複数枚できる。使用する彫刻刀の種類によって、切り彫り、道具彫り、ドッホリ、島彫りに分類される。起源は諸説あり、はっきりしない。白子さん観音寺の境内にある。 白子普段桜の葉が始まりという伝説的もある。室町時代末期にはすでに生産していたとされ、江戸時代には奇襲藩の庇護を受けて発達した。原料となる和紙や柿渋の産地でなく、地域で染め物業が盛んであったわけでもない中で発達してきた。最盛期の関東大震災の頃には、当時の小学校教師が月給50円の時代に、 良質の型紙を生産する職人は月300円をもらっていたほど景気が良かった。漢字表記は伊勢型紙、伊勢型紙の二通りあり、どちらも使用されている。鈴鹿市産業製作課によると重要無形文化財として指定を受けた際には型の字が用いられ、伝統的工芸品として通産省から指定を受けた際に形の字が用いられている。つまり、 管轄省庁によって使い分けられており、いずれかが正しくた方が間違っているということではない。なお、三重県指定伝統工芸品に認定されている伊勢市とは別物である。ありがとうございます。